東京もしっかりとまた落ち着きを取り戻しています。その代わって入った小島です。ロシタースピンムーブからのショート、これを決めてきます。第1クォーター最後のオフェンス、秋田田中近づいてきましたが、なかなかパスの出しどころがないという中で中山アリウープ強烈ダンクマン、デイビス気をつけないといけないですね。安藤かいくぐってくる、田中残した、カク、いやあの体勢からですか、ギリギリで、はい、筆頭に東京は今リバウンドが15、秋田はほぼ半分の7と、外には安藤もいて、向こうのコーナーには田中もいる東京、誰で来るか、ロシターで来た、落ちる、まだロシター、速いパスからサイズだ、主力級の活躍をする選手ですよね、いいポジションにまたいるんですよね。川島外、安岡また切り込んでいく、バスケットカウント、このシーンです。ちょっと強引かなと思ったんですけど、最後まで後半の1本目もグリーンでいくでしょうか。中に入れて中山フェイダーウェイ、難しいシュート決めました。僕らはプレーよく慎重にプレーした方がいいですね。ボールは外で回っている東京、田中だ、2本目きた、自分たちのベースラインから長谷川決めた、伸びた、また東京高さが出てきました。この5人です。ロシタハイポストつくのは大浦です。テイラースリーポイント早速決めた、高さでは少しデイビス上ですが、大浦決めた、バスケットカウント、このシュート落ちます。今度は東京が走る、ロシタ手前には田中もいる、ここは大阪目だ、決めた、2ポイント、あーここも東京狙っている、またターンオーバーだ、サイズが来てデイビスのブロックはなりませんでした。スリーポイントが本当得意なんですけどね、非常に思い切りのいいプレーを見せています、はい、お高めだ、わーまた決めた、ナイスパスですね、デイビス、もうプレーはしません。ここで試合終了です。88対73。